ます。今瑞穂台という場所におりまして、朝から今日は6月の本の発送に行くんですけど寝坊して待たせてしまいました。寝坊しました。本当朝弱くて、でもちょっと頑張って行ってきます。発送拠点にやってまいりました。大きな倉庫を抜けていくとチャプターズの発送拠点に到着します。おはようございます。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。それでは今日も作業開始です。まずはブックカバーをかけていきます。これプロがやると一見さらりと簡単に見えますが、慣れない私にはもう四苦八苦の作業で、いつ行ってもこの速さに見とれてしまう作業です。続いて本にフライヤーを挟んでいきます。この夏のフライヤーは航空券を模したデザインになっています。毎月選書の答え合わせを裏に記載していて、お客様から好評です。本は雨や湿気に負けないよう一つ一つをビニール袋で個包装していきます。この時ビニール袋の空気を抜くのがポイントです。出来上がった本はこうして封筒に一つずつ入れていき、おなじみのチャプターズステッカーを貼って、完成します。この形で全国のお客様にお届けしています。これどうしたら失敗しないんですか？奥から、こっちから、こう、こういうこと？あ、でもちょっと行きました？はい、遅いですけど、ね、バイ社長なんか やっぱプロ持ち屋は持ち屋、プロがやった方がいい。そうです、ね、そうで今月でもね、なんかこうお客様の住所を見ると、うん、あ大阪行くんだ、うん、大分行くんだって楽しい、うん、から
また来ましょう。ここコーナーね、もう細部の心、もうこっちの自己満だからね。また来ましょう。めっちゃ逆光です今。